カードキャプターさくらは、クランプによる日本の漫画、CC ら、CCS とも略される。高山社の少女漫画雑誌、仲良しにて1996年6月号から2000年8月号まで連載された。単行本は全12巻あり、全50話で構成され、第6巻収録の26話までが、クローカード編。 第7巻収録の27話以降が桜カード編となる。2020年10月時点でシリーズ累計発行部数は1700万部を突破している。2001年に第32回生運賞を受賞した。アニメ化、ゲーム化などのメディアミックス展開もされた。2016年3月3日発売の仲良し4月号において、 連載開始20周年記念プロジェクトの一環として、連載終了後初となる新作掲載が発表された。同志2016年7月号から、クリアカード編がスタートした。木本桜は、友枝小学校に通う小学4年生。父、藤隆氏と、兄、東也と3人暮らしで、兄の親友、雪うさぎに憧れている。ある日、 富士氏の書庫で不思議な本を発見する。すると、その本から封印の銃ケルベロスが現れた。その本は、魔術師クローリードが作った魔法のカード、クローカードが入っていた。すべてのカードが桜の住む町にばらまかれてしまい、封印が解かれるとこの世に、災いが訪れるというクローカードを回収するため、桜はケルベロスによって、カードキャプターにされ、ケルベロスや親友、 大同寺共よ、苦労の血縁の少年、リシャオランと共に、苦労カードの起こした事件を解決しながら、カード集めに奮闘する。そして、苦労カードがすべて集まった時、ケルベロスに対する、もう一人の守護者にして審判者、ガツが現れる。それは、雪うさぎの真の姿であった。桜は正式なカードの主となるため、最後の審判に挑む。最後の審判とは、封印した。 クローカードを使って月と対決するというものだった。桜が月に負ければ、この世の災いが起こるという。この世の災いとは、クローカードとクローカードに関わったものすべてから一番大切なものの記憶が消えるというものだった。容赦のない月に対して月を傷つけたくない桜はなかなか反撃できない。しかし、そんな中で、水木加穂は桜に月の鈴を渡す。 実は、月の鈴は、クローリードが新しい、主となる桜を助けるために作ったものだったのだ。鈴の力で、封印の杖を星の杖に変えた桜は、月を傷つけることなく月の力に打ち勝ち、クローカードの新たな、主として、認められた。桜が、クローカードの正式な、主となってしばらく経ったある日、天皇星、ヒいラキザワイリオルが現れる。それと前後して、 奇妙な事件が起こるようになっていた。桜は星の杖でクローカードの使用を試みるがカードに呪文が通じない。そこで自分の魔力をクローカードに注ぎ、桜カードに変えることで呪文を扱えるようにし、事件を解決していく。桜カードに変える過程で桜は魔力を消耗し、月は桜から魔力は補給できず消滅する危機に迫られる。 当夜は月の狩りの姿でもある雪うさぎを守るため、自分の魔力を月に譲渡することを選ぶ。その際桜は自分の好きという気持ちを雪うさぎに告白するが、桜の一番好きな人は別にいると告げられる。その後、エリオルによってすべてのものが永遠の眠りにつく呪いをかけられるが、桜は小狼と力を合わせ最後のクローカード、光と闇を桜カードに変え、 呪いを破ることができた。事件の首謀者であるエディオルは、クローリードの生まれ変わりであり、従者のスピネルさんや、秋好きな、来る、ルビームーンと共に暗躍していた。闇の力で作られたクローカードは、桜自身が持つ星の力では維持できず、やがて魔力を失いただのカードになってしまう。事件を通じ星の力を持つ新たなカード、桜カードに変化させ、 桜を真の持ち主にするためだった。さらにエディオールには、クローリードとして死した際に魂を分け合った、もう一人の生まれ変わり、藤高氏へ、エディオールが、クロから引き継いだ魔力を分け与えるという目的があった。それは、自分より魔力の強い人物が行わなければならず、桜カードを生み出す過程や、事件も桜の星の力を育て、 二つの目的を果たすために必要なことだった。事件が全て解決し、目的と真実を伝えたエディオールはイギリスへ帰ることとなり、コウオカミは故郷の香港に戻る前に桜へ秘めていた思いを告白する。桜は自作のテディベアを帰国直前のコウオカミに渡し、一番好きな人であることを伝えた。友枝中学校に進学した桜は初登校の途中、 友よと、友枝町に戻ってきた王狼に再会。王狼が同じ中学校に編入することを知る。小学校時代の同級生とも合流し、中学校生活に期待しつつ眠った夜、透明なカードがバラバラに砕け、フードを被った謎の人物と対峙する。という奇妙な夢を立て続けに見てしまう。桜が目を覚ますと夢の中に出てきた新たな封印の鍵を握りしめており、 桜カードは透明なカードに変化し効果を失っていた。それから夢の内容は変わり、時計の部品が出てきて、桜の新たな封印の鍵を奪おうとする。桜がクローカードの関係者に相談して回る中、小狼だけはイギリスにいるエリオルと連絡を取り合い、何かを決意する。再び魔法のような不思議な現象に遭遇するが、桜は新たな杖。 夢の杖を使い、現象をクリアカードという形に固着することに成功する。それも何者かに仕組まれていたかのように。その後、転校生として死ぬ本愛イが、友枝中学校に編入し、桜たちと友達になる。愛イは桜たちに、執事のユナディー、海渡りを紹介したが、小狼からカイドの存在を聞かされたイリオルは、彼の正体に疑念を抱く。 クリアカードの固着を進める中で、クリアカードは、桜自身の強力な魔力により無意識に生み出されたこと、魔力増大を抑えるために、コウオオカミが桜カードを桜から離したこと、カイドはイギリスの魔術師協会に所属する最強の魔術師だったが、禁断の魔法具を持ち去ったことで1年前に教会を破門になったことなどが判明する。その、禁断の魔法具の正体は、愛イであり、 秋穂が連れている、うさぎのぬいぐるみの桃も実際には、ぬいぐるみではなく、愛をの持つ、時計の国のアリスこと、字の本の守護者である、封印の獣であった。海渡りは、ある目的を果たすため、目的の達成に必要なクリアカードを桜が生み出すべく暗躍していたのだった。1998年4月から2000年3月に、かけて、クローカード編と、 桜カード編がアニメ化され、2018年1月からはクリアカード編のテレビアニメ版が放送されている。全作品マッドハウス制作で日本放送協会で放送。脚本の大半を原作者であるクランプの大川七瀬が手掛けており、桜カード編とクリアカード編においては全話担当している。NHK によると自社制作アニメとしては、 過去最高額にも及ぶ費用投資を伴った作品であったとしている。NHK 衛星第2テレビ衛星アニメ劇場内にて1998年度より放送を開始し、1999年度からは地上波放送の NHK 教育テレビにおいても放送された。前枠を担い同系の仲良し作品でもあるあずきちゃんの後継番組として、 クローカード編2部と桜カード編の計3部構成で各部終了ごとの中断期間を挟んで全70話を放送した。2006年には日本のメディア芸術百選のアニメーション部門で選出された。2004年から2006年にかけて NHK 教育テレビジョンで再々放送が行われた際にも玩具や文具などの関連商品が再発売された。 アニメオリジナルの話が多く、また原作とは、設定や話が若干異なる部分があるものの、基本的なストーリーの流れは原作にほぼ忠実である。原作との主な相違点スタッフ音楽主題歌、挿入会明治ソング各リスト原作項目の、数字は関数を、ないは、話数を表し、記載のない欄は、アニメオリジナル作品に該当する。基本的に、 原作内容に準拠しうるが、社自体については、ストーリーの基軸は異なるが、部分的描写の一致するものを示している。なお、サブタイトルのフォーマットはいずれも、桜と、あるいは、桜の、である。第一期桜たちは、小学4年生の1学期2学期。第二期桜たちは、小学5年生の1学期。第三期桜たちは、小学5年生の2学期から3学期。 スペシャル番組総集編や名場面集といった通常の番組編成とは異なるスペシャル版。放送局テレビ放送は制作局である NHK を軸とするが CS 放送においても再放送が行われている。ケロちゃんにお任せ。本編が終わった後に放送されるケロちゃんのコーナー。第1期に設けられた。内容は捕獲したカードの紹介や 友よが作った桜のコスチュームの紹介であったりする。クリアカード編でも第2話から本編終了後に同様の内容で設けられているが背景がテレビ番組の収録スタジオ風になりスピネルがカンペを出すカットが挿入されている。また第1話ではアバンタイトルで旧シリーズの概説として挿入された。映像ソフト化本放送時に 各メディアで随時リリースされた際には、バンダイビジュアルが販売を担当。その後に、ボックス仕様のディスクソフトがジェネオンエンターテインメント、ジェネオンユニバーサルエンターテインメント、NBC ユニバーサルエンターテインメントジャパン。2017年12月22日には、販売元を、ワーナーブラザースホームエンターテインメントに変えた、BD、DVD ボックスが発売。一部例外を除き、 映像マスターが 35mm オリジナルメガフィルムを 4K スキャンシリーマスターしたものに変更された。音声特典としてメインキャストによる新録オーディオコメンタリーを副音声として特定の回で流せる。特典アニメ LDVTDVD の全館購入特典として制作された短編アニメ。2005年に発売された DVD ボックス3に 収録され、以降に発売された、ブルーレイボックスにも収録されている。2018年1月7日から6月10日まで、NHKBS プレミアムで放送。4月4日からは NHKE テレでも放送されている。全22話。4月1日には、第1話から第12話までを振り返る、総集編が放送された。監督は、浅香森遼が、 アニメーション制作は、マッドハウスが引き続き担当し、主要登場人物及び桜のクラスメイトの声優も、これまでのアニメシリーズに声を当てた、声優陣がそのまま再起用されている。キャラクターデザインは、旧アニメにも参加した、浜田邦彦が担当する。原作クランプメンバー、大川七瀬が本作では、前話の脚本を担当、同メンバーも粉もデザインで携わる。 プロローグとしてクリアカード編3巻の特装版に完結した原作最終回をアニメ化するクリアカード編桜と2つのクマが DVD 収録された。2017年7月にはアメリカ・ロサンゼルスで行われたアニメエキスポでワールドプレミアとして上映された。基本的に原作と同様に構成されているが、前作と同じ NHK で放送されることや、 何度も再放送されたことで、幅広い世代が前作を知っているため、そのファンたちも見て、楽しめるようにと TV アニメの続編として制作された。そのため、アニメオリジナルの設定、登場人物が引き継がれている。また、アニメオリジナルのエピソードも制作されている。過去シリーズとは異なり、本シリーズはハイビジョン制作かつデジタル制作となっている。 スタッフ主題価格はリスト原作項目の数字は関数をないは話数を表し記載のない欄はアニメオリジナル作品またはコミック未収録に該当する基本的に原作内容に準拠し得るが社自体についてはストーリーの基軸は異なるが部分的描写の一致するものを示しているなおサブタイトルのフォーマットはいずれも桜とあるいは 桜の、である。放送局 BD、DVD 観客動員数は50万人以上を、記録。第4回アニメーション神戸作品賞、劇場部門受賞。同時上映作品は、クローバー。1999年8月公開。第1期と第2期の間のストーリーで、桜たちは、小学4年生の冬休み。また、 2017年1月21日よりリバイバル上映が行われている。配給会社は小畜からワーナーブラザース映画に変更されており、閉映作品もなく単独上映である。リバイバルの興行収入は3800万円。DVD は劇場版3作をすべて HD、リマスターバージョンとして収録したものも2007年に発売されている。 あらすじ桜たちは冬休み。何も予定がない桜と、とよだったが、雑貨屋ツインベルで行われたくじ引きで、桜は、特等の香港旅行を当てる。都合の悪い父の藤隆氏の代わりに雪うさぎを誘い、当夜、友よと共に桜は、香港へ旅立つ。香港が故郷である小狼と、いちご鈴に再会した桜は、喜ぶが、謎の魔導士の夢を見るようになる。 高王神の母は、クローカードを所持していることを指摘し、桜に危険が迫っていることを伝える。桜は、妙な気配を感じ、店にあった一冊の本を開くと、本から溢れてた水に飲まれ、夢の魔道士と出会う。兄、友人を捕らえられた桜は、香港を舞台に魔道士と戦いを繰り広げる。そこには、クローリードとの悲しい過去があった。映画の初めに封印した。 クローカードは、アロー。第5回アニメーション神戸作品賞劇場部門受賞。2000年7月公開。劇場版、第2作。アニメの最終回からその後のストーリーで、桜たちは、小学6年生の夏休み。興業収入は5億2200万円。2017年12月29日に、リバイバル上映が行われている。こちらも、 前作同様、配給が小畜からワーナーブラザース映画に変更されており、閉映作品もなく単独上映である。興行収入は3700万円。あらすじ小学6年生になった桜たち。桜はまだ、小狼への返事ができずにいた。夏休みに開催される、ともえだ町の祭り、なでしこ祭りで桜のクラスは劇を行うことになっており、 その劇の練習をしていた中、エリオルの家の跡地に建てられた、ともだ遊園地で、ばったり、小狼と、いちごズに遭遇する。実は、この再会は、ともよと、いちごズがメールのやり取りによって計画したものであった。いちごズは桜に告白する機会を仕向けるが、なかなか返事することができない。その頃、 街中ではあるものが次々に消えていくという奇妙な現象が起こっていた。その現象は桜たちの下にも及び、桜の持つ桜カードが次々に消え始める。それは名前のないクローカードイコール無のカードの仕業だった。異変を止めようとする桜だったが、相談したエディオールから無のカードを封印するにはその時に一番魔力が大きいものの、 大切な人への思いを大化にしなければならないと聞かされる。動揺する桜は、小狼に相談するが、それしか方法がないのなら仕方ないと言われ思い悩む。しかし、無のカードは刻々と威力を発揮し始めていた。そして、なでしこ祭りの当日。劇が本番を迎えた最中、無のカードが本格的に襲撃を開始し、ともえだ町の人々や空間を、 次々と消し去る。さらに残ったカードや友よ、イチゴ鈴、ケルベロス、ユエも次々と奪っていく。クロウが作ったカードが効かないことに気づいた小狼は一人で、無のカードに立ち向かう。その読みは当たったものの無のカードの反撃により桜の前から姿を消してしまう。一人になった桜は手持ちのカードすべてを使い、一方でカードを奪われながらも、無のカードに立ち向かう。 実は、無のカードの一連の騒動は、今まで一人ぼっちにされていた、寂しさから来たものであった。しかし、桜に悟され自ら封印されることを決める。ついに封印をすることになった時、桜は、小狼への気持ちを伝えることができなかったことに、決意を固めるが、その、大切な人への思いの対価の対象は後を追ってきた、小狼へ向けられた。 1>, 1日に何枚もカードを使用した桜は魔力が弱まっていたためであった。しかしこの事実は、小狼が初めから覚悟していたもので、桜の一番大切な思いは消させないという強い信念があったように伺える。とうとう封印の代償が失われるとき、桜の持っていた名前のないカードが発動。ここで、名前のないカードと無のカードが一体となり、ホープのカードとなる。 気持ちを失ったとされる小狼に桜はやっと自分の気持ちを伝える。しかしホープのカードにより小狼は大切な思いを犠牲にすることなく桜の気持ちに応えて晴れて思いが通じ合うことができ両思いとなった。劇場版カードキャプター桜封印されたカードの同時上映。ケルベロスとスピネルを主役とした上映時間約10分の短編ギャグストーリー。なお、 作中においてケロちゃんとスッピー以外に顔が映る人物は山崎のみである。エリオルと一緒に桜の家に来たスッピー。ケロとの雑談中に桜がたこ焼きを二人のおやつとして持ってくる。最初は戸惑いもあったスッピーだがその美味しさに大喜び。しかし最後の一個をめぐりケロと対立する。すべて作者はクランプ発行元は講段社。 主題歌シングルキャラクターシングルサウンドトラックボーカルアルバムドラマアルバム他の CD 携帯型ゲームテレビゲーム電子チークガング山陽電車5000系桜とお出かけ山陽電車阪神タイガース副表入り劇場版カードキャプター桜に関するカテゴリー劇場版カードキャプター桜封印されたカードに関するカテゴリーカードキャプター桜クリアカード編に関するカテゴリー ありがとうございます。